アメリカのある大学で韓国の半導体自慢をした学生が教授に論破され注目を集めています。1960年頃に始まった日本の半導体産業は瞬く間に躍進を続け、今でも世界中でなくてはならない存在となっています。そんな中、アメリカのある大学の講義で日本を見下す発言をした韓国人学生に対し、普段は優しい教授が痛烈な一言を浴びせたのです。日本は韓国の半導体技術を盗んでいる。反日思想を持つ韓国人学生はこう発言しました。しかし韓国の半導体技術は日本に頼ってばかり、日本製の部品なしに韓国の半導体生産は成り立たないのです。では教授が放った厳しい一言とは一体どんな内容だったのでしょうか。今回は講義の中での韓国人学生と教授のやり取りと、それに対する海外の反応を合わせてご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。日本の半導体技術は韓国に通用しない。ジアンさんは韓国のある大学で情報通信工学部を専攻しています。幼い頃から機械やおもちゃなど動くものは何でも分解し、その仕組みを知りたがる子供でした。目覚まし時計やテープレコーダーなど片っ端から分解しては組み立てていたそうです。時には元通りに組み立てられず、両親にひどく怒られることもありました。それでも自宅のパソコンが壊れた時には、どうしてもそのパソコンの仕組みがどうなっているのか知りたくて、こっそり分解しようと考えることもあったようです。初めは呆れていた両親も、いつの間にか彼女の分解のセンスを認め、振動だと本気で思うようになり、たくさん褒められていました。あなたは好奇心旺盛で、機械に関するセンスは天性の才能よ。将来は素晴らしい学者になれそうね。そんな風によく褒められていたので、ジアンさんもすっかりその気になっていました。学者ではないものの、電気通信技術者や製品の回路設計者のような職業に就くことを考えているそうです。そしてジアンさんは本を読むことも大好きでした。知らないことがあるとすぐに辞書を引いたり、本を読むことで知識を得られることが彼女にとってはとても心地よかったのです。大学の友人たちはそんな彼女のことをとても博識だと思っていたので、授業でわからないことがあれば皆ジアンさんに教わっていました。大体のことは要領よくこなせたので、ジアンさん自身も自分のことを天才だと思っていたのです。韓国では周りの人にも慕われ、教授からも一目置かれていました。そんなジアンさんは日本のことをとても嫌っています。なぜなら韓国のあらゆる技術を日本が真似していると思っているからです。そのため日本の技術の話になると、韓国の技術の素晴らしさを声を大にして主張していました。韓国の技術を真似しているのに日本が褒められるなんて納得できなかったのです。日本という言葉を聞くだけでも不愉快になるほど嫌っていました。ジアンさんは正しい情報を言っているのだから、日本の技術について否定することが間違っているとは微塵も思っていません。日本の技術は韓国よりも劣っていると思っていたのです。確かに1990年代、日本の半導体は世界のシェア 50% でしたが、今じゃ1割にまで落ち込んでいます。その原因は韓国の技術を真似していたから、それ以上進歩することはなかったと考えていたのです。ジアンさんは日本の半導体技術はすでに劣化していると感じていました。それと同時にサムスン電子や SK ハイニックスの素晴らしさを誇らしく思っていました。母国の半導体についてアピールする韓国大学生と周りの温度差。2017年、サムスン電子はアメリカのインテルを抑えて売上高で世界第1位を獲得していました。2020年9月には世界知的所有権機関 WIPO で国ごとにイノベーション能力を分析した結果がランキング形式で発表されました。つまり技術革新について評価したランキングということです。その結果、日本は131カ国中16位でした。その他のアジア各国はシンガポールが8位、香港が11位、中国が14位、そして肝心の韓国はなんと10位だったのです。この結果を知ったジアンさんは、やっぱり日本の技術は韓国と比べ物にならないんだと改めて感じ、浮かれていました。しかし半導体の売り上げでインテルは再びサムスンから1位を奪還したのです。そのことを知ったジアンさんは、インテルがあるアメリカに留学することを決めました。留学先では情報通信工学に精通していることで有名なジョン教授の講義を受けることにしました。ジョン教授の講義は初歩的なことから始まりました。
半導体の歴史、半導体が何に使われているのか、そのほとんどはジアンさんがすでに知っていることばかりでした。もっと深入りした内容が聞けると思っていたジアンさんはがっかりしたといいます。基礎的な内容はいいから、もっと専門的な講義を聞かせてほしい、と退屈そうに講義を受けていました。それでも韓国の話が出ると張り切って話を聞きます。韓国の半導体技術の話題になると積極的に挙手してその素晴らしさをアピールしていたのです。しかしジョン教授はジアンさんの話を途中で遮ってこう言いました。韓国も素晴らしいですが、まずは世界の半導体技術をしっかり見てみてください。韓国だけに絞らず、まずは広い視野を持って考えることが大切ですよ。ジョン教授は韓国の半導体技術をよく理解していないのではと思い、ジアンさんはとても気分を害し嫌な思いをしていました。たまらず近くに座っていた生徒に小声で問いかけます。私の言ってることは間違っていますか？どうしてジョン教授はあんな言い方をするのかしら。ジアンさんは共感してくれると思い、そのような問いかけをしましたが、その場にいた生徒たちは共感どころかあまりいい顔をしませんでした。韓国では周囲から慕われ頼りにされる存在だったのに、アメリカではまるで話を聞いてもらえない状況にジアンさんは戸惑いを見せます。韓国の良さをアピールするたびに周りのみんなが引いていく様子に居心地の悪さを感じていました。それでもジアンさんは韓国の半導体技術を疑うことなく、自国の良さを積極的にアピールする文化がないのだと、単に文化の違いから来る温度差だと思っていたのです。韓国大学生が信じて疑わない韓国の半導体の真相とは。この一件でジアンさんはジョン教授に苦手意識を持つことになりました。韓国の半導体技術を知ればその他の国の話なんて知る必要もないくらいなのに、どうして他国の半導体技術について知る必要があるのか、ジアンさんは納得できていません。それでもインテルの話は勉強になることがあるので講義には出席していました。韓国の話が出ても挙手してアピールしたい気持ちを抑えて、なるべく発言しないように努力しました。しかしその後、事件は起こったのです。ジアンさんがいつものようにジョン教授の講義を受けていると、ジョン教授はしきりに日本の半導体技術を褒め始めました。いても立ってもいられないジアンさんは、とうとう我慢の限界に達しました。そして、日本の半導体技術は韓国を真似している。韓国の方が優れている。という真実をみんなの前で話したのです。そしてついにジアンさんは、半導体は韓国の技術ですよね。技術革新に関する能力は日本より韓国の方が上です。とものすごい表情でジョン教授に尋ねました。するとジョン教授は、ジアンさんは韓国の製品が日本の半導体技術に支えられていることを知らないのですか？特にスマホなどのデジタル製品に使われている半導体は日本に頼りっきりなんです。今でも韓国は日本におんぶに抱っこ状態ですよ。ジアンさんが愛する韓国の製品も日本の部品なしでは生産できないということは周知の事実です。というのです。ジアンさんはたまらず、そんなはずはない。韓国はすべて自国で開発、製造してきたんですよ。と言い返しますが、韓国が自力で、ね。韓国が自力で製品を作ることができないと明らかになったのは、2019年7月に、日本が韓国をホワイト国から外した事件ですよ。韓国は半導体の材料、つまり武器転用可能な材料を北朝鮮に横流しした証拠がたくさん出てきたんですよ。だから日本は世界のルールに従って半導体の材料3品目を輸出制限したんです。これは世界の安全保障上の問題だったのに、韓国は完全に勘違いして徴用工問題の復讐だなんておかしな主張をしてきたじゃないですか。その3品目について、韓国は完全に日本に依存状態だったから、かなり動揺したんじゃないですか？教授からそんなことを言われたジアンさんの怒りは爆発寸前でした。そんなジアンさんを尻目に、ジョン教授はスクリーンに資料を映し出しながら、韓国の半導体技術の成り立ちについて話し始めました。そもそも半導体産業は、日本が韓国を真似たのではなく、韓国が日本を真似して始まったのです。そもそも日本の半導体産業は1960年からすでに始まっていました。当時のトップはアメリカでしたが、日本のメーカーもこの時期躍進を続けていたのです。その後、1980年代になると、日本はアメリカを抜いて世界のシェアを 50% まで上げました。しかしここで日米による半導体摩擦が生じたのです。
日本の半導体技術があまりにも躍進しすぎて危機感を持ったアメリカは日本に圧力をかけるようになったのです。その後、円高になると日本の半導体産業の収益が減り、苦しい状況に追い込まれていきました。そして1990年代から2000年代になると、ここでようやく韓国や台湾が世に知られるようになったのです。ジアンさんはもう正気を保つことができなくなり、わけのわからない反論をし始めます。各国の技術革新に関する能力を数値化した指標では、日本が16位だったのに対し韓国は10位ですよ。もともと日本の技術だったとしても日本の能力の方が低いのです。ですがジョン教授は、それは単に人材開発や創造的な生産という項目の評価が低かったというだけです。日本の持つ技術自体は非常に高いですよ。それに実際、韓国では日本の部品がないと半導体が作れないのですから、日本の技術が高いことを示すには十分すぎるくらいです。日本が韓国をホワイト国から外した時に輸出制限されたのは、半導体に絶対必要な材料でしたから、韓国は大慌てでしたよ。そして韓国は対抗策として、材料の国産化を進めること、サプライチェーンを多様化することを発表しました。半導体産業の生命を絶たれても仕方なかったのです。と、半導体の歴史の真実を説明したのです。失敗に終わった韓国の国産化と、活躍し続ける日本の技術。ジョン教授は続けて、輸出制限された部品についての説明を続けました。例えば、フッ化水素は、129、99.999999999という超高純度のものを日本から輸入していました。国産化を叫び始めた韓国は日本からの輸入を減らしていました。でも結局は韓国の技術が及ばず、国産化は叶いませんでしたね。それでも韓国は意地を張って直接輸入はせず、欧州を経由して日本のフッ化水素を輸入していたそうですよ。それに韓国のフッ化ポリイミド、フォトレジストの日本依存度は以前と変わらなかったのですからね。このことから、韓国は日本の材料がないと半導体を作ることができないということです。それでもまだ日本は韓国の技術を真似したと言い続けますか、ジアンさん。教授の問いかけにジアンさんは黙り込んでしまいました。さらに、日本の高い技術は半導体だけではありません。安全性が高く絶対に緩まないと言われているネジや、世界を代表する IT 企業アップルが販売するスマホの部品などにも日本製のものが数多く使われています。そしてこの素晴らしい部品を生み出しているのは、日本の大企業だけではなく、町の小さな工場でも開発されているんです。というよりむしろ、町の小さな工場でこそ素晴らしい技術が開発されています。それほど日本のものづくりに対する考え方は隅々まで浸透しているということですね。今や世界の電子機器は日本の部品なくして始まらないと言っても過言ではないでしょう。ジアンさんは絶句していました。これほどの話を聞いてしまうと、ジアンさんはもう反論できませんでした。韓国の半導体の危機。ここ数年、韓国では半導体産業が最悪の状況にあります。韓国の GDP の多くを占める半導体の営業利益が大幅に下がっているのです。韓国での輸出額は全体の2割程度を半導体が占めています。もはや韓国の産業を支えていると言っても過言ではないようですね。半導体産業の弱体化は韓国経済に大きな打撃となることは一目瞭然ですよね。実際に輸出額は7ヶ月連続で減少、14ヶ月連続で赤字続きです。その不振の原因の一つは、米中関係が急速に悪化していることにあります。アメリカは中国に対し厳しい輸出規制をしました。韓国の半導体産業は中国に大きく依存しており、その一方で韓国はアメリカとも同盟関係にあります。どちらをとっても韓国にとっては痛みを伴うのです。まさに板挟み状態でした。そして講義が終わって、ジアンさんは一人教室に残ってしばらくうなだれていました。するとジョン教授はそんなジアンさんのところに来てなだめるようにこう言いました。君がもともと博識で、とても物知りだということは知っています。知識を吸収する能力も素晴らしいし、やる気も十分感じます。この分野に積極的だからこそ、正しい情報を知らなくてはいけません。どんなに間違った情報を主張しても、ただの無駄足ということなんです。そんなことにあなたの情熱を使ってしまうのはもったいない。ジアンさんはこの世界できっと活躍できる人になると思います。
だから一緒に勉強していきましょう。ジアンさんは我に返り、教授の言葉にはっと目が覚めました。世界を志すなら、このままの自分ではいけないということにようやく気がついたのです。それからジアンさんは心を入れ替えて、ジョン教授の講義を真面目に受けるようになりました。すると自然と友達が増えていきます。どうやらジアンさんの勢いがすごすぎて、人を近づけないオーラが全開だったようです。以前のジアンさんは、みんな近寄りがたかったと言っていました。ジアンさんも確かにどこか尖っていて近寄りがたかったかもしれないと反省したようです。だからといって日本のことは今でも好きにはなれない様子でしたが、世界を志す一人の人間として日本の技術は認めていかなくてはいけないことをジアンさんは感じていました。自分の好き嫌いに振り回されず、冷静かつ客観的に判断し、見習うべきところは見習わなくてはなりません。ジアンさんはそう心の中で決意しました。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからコメントが届いているので、その一部をご紹介します。韓国の半導体技術は日本の素晴らしい技術に支えられているということをもっと自覚した方がいいね。日本の技術がなくなると困るのは韓国だからね。日本の企業、特に小さな町工場の職人たちの技術を追求する志は素晴らしいね。このような話を聞くと、ますます日本製への信頼度が増すね。日本は自国の技術力の高さをもっとアピールしていくべきだと思うね。その点はこの韓国大学生を見習う必要があるよ。黙っておくのはもったいないよ。アメリカの圧力さえなければ日本が世界一だったかもしれないよな。日本の力はこんなものじゃないよ。今後の日本の飛躍に期待したいね。いかがでしたか？反日思想を持つ韓国の人はなかなか素直になれないようですね。教授の助言に耳を貸したジアンさんには今後、さらに日本の歴史についてもよく知っていただきたいですね。そして日本の技術の素晴らしさをもっと多くの人々に知ってもらえるといいなと思いました。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。ある韓国人高校生が日本を貶める授業や行事に対して猛抗議したことが海外で話題となっています。日本の隣韓国では国民の反日感情を刺激する行動や報道が一般的に行われていました。特に先代の大統領ムンジェイン政権下は、政府が国内の反日感情を煽る主導煽動をしており、それを国民の気持ちを団結させる手法にしています。国を挙げての反日行為は正義的な振る舞いとしてエスカレートしていったのです。国内に反日ムードが広がる中、韓国のある男子高校生が立ち上がり、学校で不当に反日教育が行われていると声を上げ、子どもたちが洗脳されつつあることを訴えました。生徒たちは署名を集めて警察、ソウル市教育庁を巻き込んでの騒動を起こします。しかし学校の教育方針が変わることはありませんでした。そんな中、韓国の男子高校生がこの結果に猛抗議したのです。では、学校で行われていた反日教育や、韓国の男子高校生の猛抗議とは一体、どのような内容だったのでしょうか？今回は、韓国にある学校の反日教育に関する話題と、海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。反日行為を強要するインホン高校。2019年、韓国全土に日本製品不買運動が広がっていました。あるアンケートによると、国民の約 80% が不買運動に参加したと答えるほど、国内での反日行為は日常茶飯事になっていたのです。反日行為をして当たり前という雰囲気の中、反日行為を強要された。と訴え、ある高校生が行動を起こしました。2019年10月、韓国ソウルにあるインホン高校の3年生、キム・ファランとチェ・インホがインホン高校制度守護連合を結成。そして、このような声明が発表されました。高校では、反日行為の強要が日常的に行われていました。先生たちは、社会通念上、決して許されてないことを言っても、それが反日を煽る内容であれば、すべて正しい教育であるかのように振る舞っていた。インホン高校は教師の支配下にある反日マシーン養成所のようです。生徒に反日マシーン養成所という過激な例えをされたインホン高校の教師たちはどのような反日行為の強要をしていたのでしょうか。
2019年10月、インホン高校で毎年恒例のマラソン大会が開催されました。しかし、この時の大会はいつもと様子が違います。生徒たちが大声で叫んでいるのは、ランナーへの応援ではなく、日本の経済侵略に反対、安倍自民党は滅亡する、といった反日スローガンでした。この行動は、生徒が自主的に行っているものではなく、教師たちによって強要されていたというのです。このマラソン大会は、大勢の生徒が集まるからこそ、日本批判にうってつけだと考えたのでしょう。また、キムさんらが抗議の声を上げると、多くの生徒からマラソン大会以外にも反日行為を強要されたという情報が数多く寄せられました。そして、日本製品不買運動が活発になっていた頃、教師が教室に入ってくるなり、みんな、ちゃんと日本製品の不買運動はやっているか?と、不買活動をするよう圧力をかけてきたのです。教師の存在は生徒にとって大きく、影響力があるため、教師の発言を受けて、不買活動に参加するようになった生徒は少なくありませんでした。韓国は厳しい学歴社会で、大学の受験競争の激しさは、日本でもニュースになるほど。大学受験の多くは高校からの推薦入試で、合格するための鍵となる、生徒の評価をつける教師の存在は、非常に大きなものなのです。内申点を人質に取られているようなもので、教師に逆らえば、受験に失敗しかねません。日本の高校以上に、韓国での教師の立場は強いのです。その教師に、君は不買活動をしているの?と聞かれて、私は不買活動はしません。と答えるのは、教師の機嫌を損ねることになります。内申点に響かないよう、不買活動をしたように報告していたとしても、教師は生徒を糾弾することはできないでしょう。抗議行動を起こした生徒への罰則。表面上は、教師に合わせて反日行為を肯定していた生徒の中には、不満を抱いていた人もいました。キムさんらが声を上げると、賛同した生徒150名の署名が集まり、ソウル市教育庁に教育内容の監査を求める請願書を提出することができたのです。しかし、勇気ある生徒たちの行動に対して、学校側は教育方針を改めるのではなく、抗議をした生徒たちに対する、生活教育と懲戒処分でした。その内容とは、生徒たちは15時間のボランティア活動、そして、保護者には5時間の学校暴力相談センター特別教育を受けさせるというものでした。当時のインホン高校の校長は、我が高校は普遍的な教育を目指しています。強圧的かつ高圧的な特定見解の注入教育は行っていません。生徒たちの多様な見解を尊重する教育本来の目的に忠実です。と語っており、抗議した生徒が悪いのだと、聞こえるようなコメントを発表しました。反日スローガンを叫ばされたマラソン大会の様子は、動画として残っているのです。この校長の主張が事実と異なることは明白ですが、学校側には非がないと、堂々としているのは呆れてしまいます。韓国はなぜ反日なのか?韓国は、世界一の反日国と言われるほど、日本嫌いの国として有名です。しかし、なぜ韓国はここまで反日なのでしょうか?その原因と言われているのが、学校教育です。韓国では、小さな頃から日本人を倒す韓国人は、ヒーローそのものとして描かれているテレビ番組に触れています。小学生の頃には、すでに日本は悪という認識をしている子供は少なくありません。小学校のとある授業で、日本についてのポスターを書く時間がありました。大抵ひどい作品が出来上がり、韓国が日本を懲らしめている絵を描く子供は特に教師に褒められたのです。中学生になると、小学生の頃よりもさらに具体的に、日本が悪であることを学んでいきます。それは1592年のこと。日本は、大昔から朝鮮半島の文化や技術を取り入れ発展しましたが、豊臣秀吉が朝鮮出兵を行い、朝鮮半島は大きな被害を受けました。そして、1910年から1945年まで、日本は朝鮮半島を統治していたのです。その時に、日本に侵略された、という思いがあるので、強い反日感情に結びついていると言われています。さらに、19世紀に入ると、西洋の技術を学び運よく発展。やがて朝鮮を植民地にし、戦争には敗北。
朝鮮戦争時に武器を売って景気を回復させ現在に至るが、やがて韓国に追い越されるだろう、というような内容も学ぶのです。300ページほどの教科書のうち約80ページが反日に関係する内容になっていました。また朝鮮半島には小中華思想というものがあります。小中華思想は中国の自分が世界の中心であるという考え方です。朝鮮半島に以前あった李氏朝鮮では、中国と朝鮮が世界の中心にあって、それ以外の国は野蛮だという考え方がありました。朝鮮半島に比べて日本は中国から距離が離れているので野蛮とみなされていたのです。これらは遥か昔のことですが、現代の韓国の反日感情を煽る理由となっているのが日本に対するライバル意識でしょう。第二次世界大戦後、日本は高度経済成長を経て世界2位の経済大国にのし上がりました。それまで下に見ていた日本が発展したことで、日本を打倒することを目標に韓国も経済発展をしてきました。追いつき追い越せの精神で韓国経済は発展し、サムスン、ヒュンダイ、LG など世界的な企業が誕生したのです。反日不買運動のきっかけと影響。2019年、韓国全土に日本製品不買運動が起きたのには、ある出来事がきっかけになっていました。太平洋戦争末期の1944年、日本政府は統治下にあった朝鮮半島にも国民徴用令を適用。戦争の長期化により、あらゆる産業で労働力が不足していたことが背景にありました。1944年以前は民間企業による募集や行政による斡旋など、様々な形で日本に渡った人も多くいます。しかし、その中には強制的な人員の集め方がされた事例がありました。行政の資料や関係者の証言から、本人の意思に反した拉致同様の動員があったと言われています。そして戦後、徴用工として駆り出された人々は裁判を起こし、日本企業に対して慰謝料を要求。ところが日本企業は、日韓間の戦後賠償は1965年に締結された日韓請求権協定で解決したものとして納得しませんでした。日韓請求権協定とは、強制動員などの被害補償を求める韓国に対し、日本が無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力資金を払うことで、韓国が日本に対する一切の請求権を放棄することを定めたものです。徴用工問題が解決した中、韓国が未だに問題として扱うために、日韓関係は冷え込んでしまいました。そしてこの年には、韓国に対して安全保障上の友好国に与えられている輸出管理の優遇措置を見直し、ホワイト国のリストから削除しました。日本が指定するホワイト国には、アメリカやイギリスなど27カ国が指定されています。ホワイト国に指定されると、安全保障上の脅威になるような先端技術などを輸出するときに優遇措置を受けて、手続きが簡単になるというメリットがあるのです。韓国は2004年にホワイト国に指定されましたが、経済産業省は政令を改正し、韓国を外す方針で一般にも意見を募り、韓国のホワイト国指定を削除することに決めました。日本はこれまでホワイト国の指定を見直したことはなく、リストからの削除は韓国が初めてのケースになりました。これをきっかけに、韓国での反日運動が盛んになったと言われています。韓国の反日運動の影響は大きく、特に航空業界や観光業にダメージを与えました。例えば、韓国から日本に向かう旅行者が減り、キャンセルが続出。飛行機の利用者が減ったので、 LCC などが減便になり、韓国旅行に行く日本人観光客も減少し、航空業界の売り上げが激減したのです。さらに、反日運動や減便の影響で、日韓の人の往来が少なくなったところで、新型コロナウイルスが流行し、人の往来がほとんどストップしました。2つの業界に追い打ちをかけてしまったのです。インホン高校と生徒のその後。この騒動はその後、生徒たちの行動に呼応した市民団体が、政治変更教育をしたとして、インホン高校の校長と教師を職権乱用及び強要の容疑で検察に告発するまでに発展しました。そして検察は警察に事件を送検し、捜査が始められましたが、警察は容疑点が立証できないとして不起訴処分としたそうです。またソウル市教育庁も、
一部教師の不適切な発言は確認されたが、特定の政治思想の注入、強制、政治変更教育活動はありませんでした。と結論付けました。学校側と教育当局は、教師らについて問題はないとの立場を示しているそうです。日本をはじめ、民主主義国の人たちからは、眉を潜められるような教師たちの行動。しかし、韓国の警察も教育庁も、問題なしと判断したということが信じられませんね。ただ、勇気ある行動を起こした一人のチェ・インホ氏は、高校卒業後の2022年に行われた区議会議員選挙に立候補し、なんと20歳で最年少当選を果たしたのです。チェ氏はユン大統領率いる保守系与党、国民の力の討論会に参加しました。そのことがきっかけで、大統領選挙では、ユン候補陣営で青年本部両性平等特別委員会主席副委員長を務めたそうです。高校時代の経験も、今後は彼の政治活動に生かされていくことでしょう。ユン大統領は、それまでのムン元大統領と違い、反日路線ではなく日本との関係改善に積極的に取り組んでいます。海外の反応。この話題に対して、海外の人々から様々なコメントが寄せられているので、その一部をご紹介していきたいと思います。韓国の教育は一体どうなっているのかしら。アメリカでそんなことをやったら、その教師は即クビになるわね。まだ自分自身の主義主張が定まっていない年齢の子供に、教師の立場で思想を強要するなんてひどい。子供にとって教師は身近な大人の一人。その影響力は計り知れないからね。私は幼い頃に日本に住んでいて、日本の教育を少し知ってるの。日本での教育は、韓国と違って他者に優しくしたり、配慮をする教えがたくさんあったわ。二つの国の学校教育を比較すると、日本の素晴らしさが浮き彫りになるわね。日本の学校では、他国に対して攻撃的な態度を取る学校教育はされていないよね。そこに日本の余裕が現れているよな。韓国にもこれからの未来を考え、反日運動に反対する素晴らしい学生がいるようだけど、日本のような国になっていくには、まだまだ時間がかかると思うよ。ニュースで見たことがあるよ。日本は韓国に過去のことで責められて、何度も賠償金を支払っていたよね。日本はとても誠実だから、ちゃんと答えて賠償しているのがすごいなぁと思っていたんだ。でも韓国はいい加減、過去を乗り越えるべきだよね。日本は韓国に対してやるべきことはやっているし、韓国はもう過去のことを引きずっている場合じゃない。ニュースを見るたびに、日本の真摯な対応に感心し、韓国の気が済むまで徹底的に叩く、といった態度にうんざりしていたよ。このままじゃ、どの国からも嫌われてしまうからちょっと心配になるね。日本をもっと見習えばいいのに。日本も韓国をホワイト国から排除するような真似をするからいけないのよ。ホワイト国の見直しをして、初めての排除は韓国のみ。そりゃあ、韓国だって怒るわ。政府が、反日を推奨するような韓国国内の状況にあって。こんな行動に出た生徒たちの勇気は本当に素晴らしい。教師がノージャパンを叫ぶ中で、それに反対するのは尋常じゃない勇敢さが必要だったと思う。反日に反対する若い世代が多くなってきたのは、日本人の国民性が素晴らしいことが韓国でも知られるようになってきたからに違いない。若い世代は、SNS で日本人のことを見る機会も多いから、仲良くしたいのだろうね。韓国政府もいい加減、日本の素晴らしさを認めて手を取り合う未来を模索するべきだ。いかがでしたか？コメントでは、日本の学校教育の素晴らしさや、国民性を称賛する声が多く寄せられていました。昨今の韓国は反日路線から関係改善に動き出しています。この流れに対し日本人からは、このような意見が寄せられていました。韓国の人が反日一辺倒でないことは分かった。今までの反日に疑問を持ってくれているのなら、期待できる未来もありそうだ。反日洗脳の実態に気づき始めている韓国人は増えてきているように感じるよ。これから、韓国と日本がお互いに手を取り合い真の友好国になる日も近いのでしょうか。未来の韓国と日本を、早くこの目で見たいものです。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。
日本と中国は比べるまでもない。ドイツ外相が放った中国への批判的発言が世界で話題になっています。ドイツ初の女性外相となったアンナ・レーナ・シャーロッテ・アルマ・ベアボック氏、2023年9月そんな彼女が FOX ニュースのインタビューに答えました。その中で彼女が中国に対し衝撃的な発言をし、中国政府が激怒することになったのです。ドイツには中国に対して悪い印象を持っている人が多くいます。しかし彼女は日本に対して常に信頼のおけるパートナーですと発言しているのです。ではベアボック氏が放った衝撃的な発言とは一体どういう内容だったのでしょうか。そして中国を苛烈に非難する一方で日本に対して友好的なのはなぜなのでしょう。今回はドイツ外相のインタビューの内容と中国とドイツ、日本の関係性を海外の反応を交えてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。中国と相入れない、平和を愛するベルボック氏の理念とは。皆さんはアンナ・レーナ・シャーロッテ・アルマ・ベアボックという人物をご存知でしょうか。ドイツ初の女性外相である彼女はドイツ第三の政党である緑の党に所属しています。緑の党はドイツ連邦議会で118議席を持ち、1980年代以降一定の勢力を持っている政党です。緑の党は1970年代の世界的な環境問題の深刻化をきっかけに誕生。当時のドイツでは若い世代を中心に環境の保全や反核反戦、平和、少数派の権利など新しい政治課題を掲げた市民運動が盛り上がっていました。そのような運動が背景となり、現在の緑の党としての政党が結成されたのです。ベアボック氏はその運動が始まった少し後、1980年12月15日生まれ、16歳の時アメリカ・フロリダ州の学校に留学経験があり、英語がとても流暢です。2000年から2004年まではハンブルク大学で政治学と広報を、2004年から2005年まではロンドンスクールオブエコノミクスで国際法を学び、法学修士を取得しました。そして2005年、25歳の時に緑の党に入党。その後2013年のドイツ連邦議会選挙で当選し、ドイツ連邦議会議員となりました。優秀な学歴もさることながら、2016年の緑の党代議員会議では 99% の支持票を得て緑の党筆頭候補者になるなど絶大な人気を誇っています。昔ながらの農家の生まれで自然を愛する彼女は環境政策に重きを置いており、石炭火力発電所の廃止をはじめとする様々な地球温暖化政策に注力。また外交政策においては特に安全保障問題に注視していて、欧州が一丸となって世界平和に尽力するように求めています。中国やロシアなどに外交的主導権を渡してはならないと考えているようです。難民支援にも積極的であり、難民救済活動をする社団法人ポツダム協力会の代表者も務めています。このように地球環境、世界平和、人道的支援を重視するベアボック氏ですが、中国に批判的な立場を取る人物としてもよく知られています。彼女の理念に自国最優先の中国のあり方が相入れないのでしょう。彼女は新政府が正式に発足する前から中国には妥協のない態度で臨むと公言しており、北京五輪の外交的ボイコットにまで言及したほどでした。そんな彼女の発言に中国も大使館から反発のコメントを出すなど以前から警告をしてきました。しかしついに彼女の発言が中国を激怒させてしまう事件が起こったのです。ドイツ外相の非難に中国が大激怒。それはアメリカの FOX ニュースでの出来事でした。インタビューの中でロシアのウクライナ侵攻について尋ねられたベアボック氏が次のように答えたのです。もしプーチン大統領がこの戦争に勝てば、中国の習主席のような世界の他の独裁者がどんなシグナルを受け取ることになるだろうか。だからこそウクライナはこの戦争に勝たなければならない。彼女は中国の習近平国家主席のことを独裁者と呼んだのです。これには当然中国は激怒しました。中国外務省のモーネー報道官は定例会見で強い不満を覚えると述べ、外交ルートを通じてドイツ側に厳粛な抗議を行ったことを明らかにしました。さらに極めて馬鹿げており、中国の政治的尊厳の著しい侵害であり、公然たる政治的挑発だと非難しました。確かに中国に関しては新疆ウイグル自治区での人権問題や香港台湾情勢、
東南シナ海での一方的措置など様々な問題が存在しています。実際にアメリカのバイデン大統領も習主席のことを独裁者と表現していました。しかし彼女の厳しい中国批判にドイツの人たちは中国との関係悪化を心配しているのではないでしょうか。ところが意外なことにドイツでは外相の味方をする声が SNS に多数投稿されています。どう見ても独裁者でしょ、習近平は。外相は本当のことを言っただけ。中国は観光客もマナーが悪いけど国の代表も強引で傲慢だよね。独裁者と言われても仕方ないよ。各国の指導者もこれくらい思い切りが良い発言をしてくれるとスカッとするんだが、またドイツのマスメディアもこの発言を好意的に報道しました。これは最近世界で高まりつつある中国批判と無関係ではなさそうです。当時のメルケル政権下では中国への非難を極力控えていたドイツメディアですが、彼らも時代の潮流に乗り彼女の反中旋風に便乗するつもりのようです。彼女の中国批判は独裁者発言だけにとどまりません。北京を訪問した際、秦剛前外相との会談では、率直に言って中国がロシアに対して戦争の停止を求めていないのはなぜかと疑問に思わざるを得ないと直接的に指摘しています。ですが自らの理念にそぐわないからといってこのように大胆な発言を繰り返していてはドイツと中国の外交関係を悪化しかねません。今や中国は各国の経済に無視できないほどの影響を与えています。このまま中国批判を続けていてはドイツの経済は混乱に陥るのではないでしょうか。ところが実は彼女のこのような姿勢はドイツの対中戦略の一つだったのです。中国は信用できない。ドイツで進む脱中国の動き。そもそもドイツは中国にとってヨーロッパにおける一番のパートナーでした。2005年から21年まで続いたメルケル政権ではメルケル前首相が在任16年間で12回の訪中を行うなど、経済を中心に中国と親密な関係を築いていきました。当時のドイツ政府は中国の経済発展を助け貧困層を減らすことが中国の民主化をもたらすとの考え方を持っていたようです。ドイツ企業は中国でのサプライチェーンの強化拡大を行い、経済的に切っても切れない関係となっていきました。ところがそんな密接な関係は2012年に政権を掌握した習近平国家主席によって一変します。習主席はそれまでの改革開放路線をやめ、共産党支配体制を維持強化する路線に大きく方向転換しました。これによって中国企業は優遇し、外資企業を冷遇するような政策が次々と打たれていったのです。もちろん中国に拠点を置くドイツの企業も例外ではなく、次々と追い出されていってしまいました。中国のこのような動きにアメリカや EU は批判を強め、中国に対して公平で透明な競争環境の整備や既存国際ルールの尊重などを求めました。ドイツもさすがに黙ってはいられないと2020年9月共通認識を持つ国々と協力する方針を打ち出します。しかしメルケル政権下ではまだ中国の人権問題や公正な競争環境より経済的利益を優先する傾向があったため、次第に国民から批判の声が上がるようになります。またドイツでは中国企業による混乱も起こっています。例えばフランクフルトにあるハーン空港を上海の SYT 社が買収しようとした時のことです。 SYT 社の代表は、我が社は中国でも有数のホールディングカンパニーです。ハーン空港を中国人旅行者のメッカにしましょう。独中貿易に特化した空港として大開発をするとよく話していたそうです。これには地元の政治家たちも浮き足出しました。しかし第1回目の支払いがなされなかったのを不審に思い、現地を調査してみると、なんと SYT 社の住所には小さな部屋に従業員が5人いるだけでした。 SYT 社は典型的なペーパーカンパニーだったのです。これは当時のドイツの新聞でもセンセーショナルに報道されました。他にも産業ロボット先進技術を持つ空貨社が中国に買収されてしまったり、中国に資源を依存していたためエネルギー危機が起きたりと、ドイツの中国に対する不信感は徐々に高まりつつあります。また中央ヨーロッパアジア研究所の調査によると、ドイツ国民は中国の人権状況に対しかなり悪い印象を持っていることがわかります。2020年5月、新疆ウイグル自治区での人権問題が報道されたこともドイツ国民の中国に対する認識を悪化させる原因となりました。
中国の人権状況をどのように評価するかという問いに 50% 以上が非常に悪い、悪いのいずれかを回答したのです。さらにどちらかといえば悪いも含めると実に 70% 以上の国民が中国の人権状況に対して悪い印象を持っているということが判明しました。これまでの中国への不信不満が積み重なった結果がベアボック氏の新しい対中戦略につながっていきました。彼女は中国に対してはより厳しい態度が必要、新しい対中戦略の目的はこれまで以上に中国とは距離を置き中国経済から脱依存を目指すことであると表明したのです。2020年7月に公表されたこの戦略では中国はパートナーでありライバルでもあると位置づけられました。そして中国経済に依存することの危険性とサプライチェーン見直しの必要性について国内の認知を高めていくことも目標とされました。ベアボック氏が習主席のことを独裁者と発言したのもこのような戦略が背景となっていたからだったのですね。日本こそが信頼のおけるパートナーだ。ベアボック氏の親日路線。中国に対してはこのように厳しいベアボック氏ですが、日本にはとても友好的です。2022年には日独外相会談のために来日し長崎を訪れています。長崎原爆資料館を視察し、被爆者の田中重光さんと面会した彼女は、長崎と広島は今もなお私たちが団結して核兵器のない世界の実現のために取り組んでいかなければならないことを訴えかけています。世界情勢が大変厳しい中でも私たちの掲げるべき目標は核兵器のない世界である。たとえそれが長く険しい道のりであったとしても、田中さんをはじめ被爆者の方々のためにも諦めるわけにはいかないのですとコメントしました。安全保障問題を重視しているベアボック氏のこの言葉には力強い決意のようなものが感じられます。彼女はその後長崎純心大学を訪問し学生らと交流しました。核兵器根絶を実現するため学生たちが行っているプロジェクトについて話を聞いたほか、昨今の国際情勢を踏まえて平和に関する意見交換を行いました。滞在2日目の7月11日には林芳正前外務大臣と東京で会談します。会談では安倍晋三元総理大臣の逝去に対する深い哀悼の意が示されました。そして次のように述べています。今私たちは平和な世界とほど遠いところに来てしまった気がします。だからこそ日本とドイツの信頼関係には大きな価値がある。日本は常に信頼のおけるパートナーです。両国はここ数ヶ月ロシアによるウクライナへの侵略戦争を共に非難し、とりわけ対ロ制裁において強調してきました。それは決して当たり前のことではありません。だからこそ私はこの緊密な協力関係を築けたことに感謝の言葉しかありませんと改めて日独関係の重要性について語りました。中国とは対照的なロシアに対する日本の態度にベアボック氏は感動したようです。その後2023年4月に長野県軽井沢町で開かれた G7 外相会合に参加した際には、日本はドイツから G7 議長国のバトンを勢いよく引き継いだ、 100% 頼れるとコメント。昨年の議長国としてドイツは日本のリーダーシップに大きな期待感を示しました。彼女の日本に対する信頼がその後も揺らいでいないことがよくわかりますね。日本とドイツの関係強化は岸田総理大臣とシュタインマイヤー大統領との間でも進められています。両首脳は2022年11月に会談し、海洋進出を強める中国を念頭に安全保障面の連携強化を確認しました。ドイツは2021年に初めてフリゲート艦を日本に派遣するなど、安全保障面で中国を牽制する動きを強めています。ここでも中国から離れようとする動きが見られます。岸田総理は自由で開かれたインド太平洋、さらには法の支配が貫徹される国際社会の実現に向けた日独の協力をさらに強化していきたいと考えていますと会談を締めくくりました。日本はドイツとの関係をより一層強化し、困った時に助け合えるパートナーとして今後もずっと良好な関係を築いていきたいですね。海外の世界に衝撃を与えたベアボック氏の中国批判、それに対してネットユーザーも多くのコメントを寄せています。また中国に対して信用できないと思っているのはドイツだけではないようです。コメントの一部を紹介します。習近平は政敵を排除し側近をイエスマンばかりで固めている。これが独裁者じゃなくて何だって言うんだ。そもそも中国は秦の始皇帝の時代から独裁者ばっかりさ。
同じアジアでも日本には独裁者が存在したことなんてないのにね。天皇制の下で誰か一人が権力を暴走させないようにうまくバランスをとってきたと思う。やはりロシアや中国に資源を依存しないためにも、これからはクリーンエネルギーを発展させていかないと。チェコでは日本と水素技術においてパートナー関係にあるけど、やはり日本は学ぶところが多いね。勤勉で信頼できる国民性だし、これからも協力していきたいよ。インドでは新幹線プロジェクトのパートナーに日本を選んだよ。インドネシアが中国を選んで痛い目を見ていたからね。低コストが魅力だったから中国を選んだのに、必要コストは膨らむばかりだし、環境問題が起こって周辺から苦情が相次いだの。2023年にようやく開通したけど、予定から4年も遅れてしまったようね。日本を選んで正解だったね。そりゃ中国より日本の方が安全性も信頼度も上だってことは分かりきっているよ。でもコストが高すぎる。これじゃあ発展途上国は中国を選ぶしかないじゃないか。ベアボック氏は日本の良さを分かっているね。素晴らしい日本とパートナーになれば今後ドイツは安泰だよ。いかがでしたか？ベアボック氏の中国への厳しい発言は、中国から距離を置こうというドイツの対中戦略の表れだったのですね。中国は広大な土地や人口から世界でも有数の大国であることに間違いはありません。しかし、自国の発展のために強引な手段を取る中国をパートナーに選ぶことはリスクも伴います。日本は世界の人々の信頼できるパートナーとして、これからも誠実な態度で世界平和に貢献していきたいですね。それでは今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。日本車はもう時代遅れだ。 EV シフトで日本に勝ったと思っている中国が日本の自動車産業を見下した発言をしました。中国をはじめ世界で推し進められてきた EV シフト、2022年、世界での EV 車販売台数は2021年に比べて 63% 増で、 EV バブルが起きていました。日本は EV シフトに消極的で遅れを取っていたため、中国は自動車産業で日本に勝てると確信していたのです。そんな中、ノーベル賞を受賞した学者があることを暴露し、中国は衝撃の結末を迎えることになりました。ではノーベル賞学者が暴露した衝撃の一言とはどういった内容だったのでしょうか。今回は EV 市場に隠された闇とそれに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。無意味な脱炭素。夏の気温は昔と比べて高く、毎年どんどん暑くなっているように感じます。ここ数年は5月のゴールデンウィークの頃から夏日が続き、気温が40度を超えることも珍しくなくなりました。なぜ昨今の夏は暑いのでしょうか。それは全て地球温暖化が原因だと言われています。地球温暖化を防ぐためには二酸化炭素の排出を減らす方法が知られています。そのためには脱炭素をしなければならないと世界全体が考えているのです。そこで各国が政策として打ち出した EV シフト、電気自動車はガソリン車のように走行時に二酸化炭素を排出しないため、世界の車を EV 化すれば地球温暖化を食い止めることができると誰もが信じていました。ところが実際の EV は思ったよりも航続距離が伸びず、充電するための渋滞や寒冷地でのバッテリー低下などの問題点が浮き彫りになっています。しかも車体の価格はガソリン車よりも高く、 EV 車の販売台数は伸び悩んでいるのです。実際2023年の上半期、世界での EV 販売台数は前年と比べて約 50% 増加していますが、2022年は 63% 増にとどまりました。たったの1年間で伸び率はかなり落ち込んでいます。そんな中、 EV 離れを加速させるある出来事が起こりました。それは2023年7月に韓国で行われた講演でのことです。2022年に量子力学の研究でノーベル物理学賞を受賞したジョン・フランシス・クラウザー氏が受けたインタビューが話題になりました。彼がインタビューの中で語った内容をご紹介します。人々の間で広がっている気候変動に関する認識は腐敗した科学の反映であり、世界経済や地球上に住む人々の幸福を脅かしている。このエセ科学は政治家やジャーナリスト、環境保護論者によって広められているのだ。私の考えでは本当の気候危機など存在していない。しかし間違った気候科学のせいで人々が安心できる生活水準を保てない危機に直面している。何か難しいことを言っているというのは分かりますね。誰にでも分かりやすいように彼のインタビューを言い換えるとこうなります。今の世の中では
気候変動のせいで温暖化が進んでいて、それを防ぐには脱炭素が必要だと言われています。しかし実際に脱炭素をしたところで地球の温度にはほとんど影響がなく、逆に脱炭素が人類に与える良くない影響の方が大きいのです。それなのに政治家たちは自分の利益のために脱炭素を推し進めようとしています。彼が語っていた内容をなんとなくでもお分かりいただけたでしょうか。EV を絡めて簡単に言ってしまえば、いろんな国が脱炭素のために EV シフトを推奨していますが、脱炭素そのものにはそもそも意味がありません。EV シフトはただの国の戦略で、むしろ人々の暮らしに悪影響を与えているというわけです。この考えは今やクラウザー氏だけではなく、様々な科学者が人々に訴えています。世界中が環境のためだと思って進めてきた EV シフトが何の意味もないとなると、今までやってきたことは何だったのでしょうか。特に中国にとっては甚大なダメージです。自動車産業でトップの座を取りたいがための EV 戦略が水の泡になってしまうからです。これなら日本に勝てると思っていたはずなのに意味がないと言われ始めていますからね。脱炭素はなぜ無意味？ところで、なぜ脱炭素は意味がないと言われ始めているのでしょうか。その理由は2つあります。まず1つ目は、二酸化炭素が実は地球に対して影響力が低いということ。空気中に含まれる二酸化炭素の量はわずか 0.04% です。そのうち人間の活動により発生する二酸化炭素は 3% と言われています。 0.04% の 3% ということは、空気全体の 0.0012% 分しか人間による影響はないと考えられているのです。そのため人間がいくら活動しても二酸化炭素を減らす努力をしても影響はほとんど変わりません。それならしなくてもいいですよね。そして2つ目は、そもそも気候危機自体がフェイクではないかということです。ここ数年、昔に比べて豪雨が増えたり台風が増えたりしているような気がしますが、実際に増えている根拠がないのです。実際の統計からしても台風の数は年間25個程度で、実は増えていません。台風の等級で強い以上に分類される台風の発生数も15個程度と一定で増加していないのです。また豪雨も観測データ上では増えていないという結果が出ています。しかし夏は明らかに暑くなっているため、猛暑は気候変動のせいじゃないの？という声がありそうですね。ですがこれは気候そのものが変わったのではなく、都市熱が大きな要因の一つと言われています。街にアスファルトやコンクリートによる舗装が増えたことで、溜め込んだ熱がなかなか下がらないのです。またビルが密集することで風の通りが悪くなり、熱がこもったままになってしまいます。地球温暖化による気温上昇は約100年間で 0.7 度と言われていますが、この100年で東京は 3.2 度、大阪は 2.8 度も気温が上昇。2つの都市は100年間で街中にコンクリート舗装や建物が急激に増えたことで熱がこもり、暑くなったのです。温暖化の影響だけではないことがわかりますね。つまりこれらの理由から、地球温暖化のせいで猛暑や豪雨が起きているわけではなく、さらに二酸化炭素も地球温暖化にほとんど関係していないと言えます。なのでクラウザー氏をはじめとした様々な科学者たちが、脱炭素なんかしても意味がないと言っているのです。脱炭素は経済を悪化させる。脱炭素をすることで私たち人間の活動自体に悪い影響を及ぼす可能性があると言われています。それは経済活動への影響です。脱炭素を目指すには、石油、ガス、石炭の使用を禁止して、太陽光発電や風力発電のようなクリーンエネルギーを増やす必要があります。ですがこのような再生可能エネルギーを増やすためにかかるお金は、私たち一般市民が支払う電気料金に上乗せされて徴収されています。電気代の検針票や請求書に再エネ賦課金という項目がありますが、それが再生可能エネルギーを増やすために一般市民から徴収されているお金です。そして現状は石炭や天然ガスによる発電が大半を占めているので、もしそれを全て再生可能エネルギーに変えるとなれば、発電量が足りず停電が起きるでしょう。また全ての企業に二酸化炭素削減を義務付けたらどうなるでしょうか。太陽光発電を導入したり、二酸化炭素排出を減らすようなシステムを導入するのに莫大な費用がかかります。これに対応できないような企業は倒産を余儀なくされるでしょう。結果雇用が減って経済が衰退すると言われているのです。これから発展していくはずの途上国も、経済活動ができなければいつまでたっても途上国のまま成長できません。つまり脱炭素を目指すということは、経済が回らなくなり人々の生活や発展に悪影響を与えてしまうのです。
このように世界中で目指していた脱炭素が結果的に自分たちの首を絞めることになると言われています。それが分かった今、これからは脱炭素バブルの崩壊がやってくるでしょう。この現状に世界中から様々な意見が寄せられているので、一部をご紹介します。 EV は環境に優しいと思っていたのに意味がなかったんだね。意味がないならガソリン車の方が安いし EV を買う理由がない。フォードやフォルクスワーゲンは EV に対する投資の延期や打ち切りをしているらしい。 EV はもう完全におしまいだ。中国のある EV メーカーでは2700人も解雇され、給料未払いもあったらしい。これまで EV を推し進めてきた国は今後どうするつもりなんだろうね。 EV のバッテリーを廃棄するのって環境に悪いって聞いたことがあるよ。今 EV 廃棄場が問題になっているらしい。環境のために作られたのに最終的に環境に悪影響を及ぼすなら作らない方が良かったんじゃない？中国やヨーロッパの自動車業界は日本に勝とうと EV シフトに力を入れていました。脱炭素が無意味と分かった今、彼らは今後生き残りをかけてどのように戦っていくのでしょうか。一方、日本は EV シフトに積極的ではなかったので、 EV シフトを推し進めていた国々から日本は出遅れたなと言われ続けていました。日本はこの先どのような方針で進んでいくのでしょうか。正しかった日本の考え。ここからは世界中から期待されている日本の未来のエネルギーについて解説をしていきたいと思います。これまで日本は海外から日本のハイブリッド車は時代遅れ、世界はもう電気自動車の時代なのに、このままでは日本に投資する人がいなくなるぞ、日本は再生可能エネルギーの導入が遅い、海外では火力発電をやめようとしているのに日本はいつまでも発電の主力が火力発電だ、このように日本は自動車や再生可能エネルギーなどの分野で世界から取り残されていると言われ続けてきました。しかし世界の標準のように言われてきた脱炭素が無意味だと言われ始めた今、今後の日本はエネルギー大国になるかもしれないと期待されています。日本の代表的な企業のトヨタ自動車は EV に乗り遅れたと言われ続けてきました。しかしトヨタ自動車の方針が正しかったと世界が認め始めているんです。トヨタ自動車は EV に完全移行することなく、プラグインハイブリッド車や水素燃料電池車など選択肢の幅を広げる方針を取りました。もともと EV 一辺倒にするのは間違っていると豊田章男会長は主張し続けてきたのです。すると EV 化を推し進めてきた EU が方向転換をし始めました。もともと2035年にはエンジン車の新車販売を禁止するとしていたのに、環境にいい合成燃料を使う車であれば容認するとのこと。トヨタ自動車の方針を見て今更ながら EV だけに偏るのは間違っていたということに気づいたようです。充電スポットの整備にもかなりの費用がかかりますし、ガソリン車よりも高い EV 車を買えない人もたくさんいます。いろんな国や人の事情に合わせた様々な選択肢を用意する、自分たちの国の利益だけを考えていないという日本のやり方がようやく海外にも伝わってきたようです。そして自動車業界だけでなく、新しいエネルギーの開発も期待されています。ここでは3つ紹介します。まず1つ目は E フュエルと呼ばれる新しい燃料です。この合成燃料は発電所や工場から排出された二酸化炭素と水素から作られます。石炭や石油のように地球の資源を消費せずに製造できるので枯渇することがありません。皆さんは子供の頃に世界の燃料資源はいつか掘り尽くしてなくなってしまうということを学んだ覚えがないでしょうか。 E フュエルは地球の資源を使わないので資源を減らすことなく私たちの生活を末永く保ち続けることができるのです。地表を削る必要がないので環境に影響を及ぼす心配もありません。2つ目は小型原子炉です。原子炉というと不安を感じる方も多いかもしれませんが、小型原子炉は非常時に電源や追加の冷却水が必要なく安全性が高いと言われています。小型のため運搬しやすく発電量も多いので離島や僻地での電力供給、また地震が多い日本では災害時の貴重な電源になりうるとして期待されています。3つ目はトヨタと出光興産が共同で開発している全固体電池です。今までの EV のリチウム電池に比べて電気をたくさん溜め込むことが可能で、 EV の航続距離を飛躍的に伸ばせると考えられています。しかも短時間での充電が可能で、寒冷地でも電池の性能が変わらず今までの EV の弱点を克服しているというのです。ただここで紹介した3つの新しいエネルギーはまだまだ完成形とは言えない状態で課題も多く残っています。
その課題をクリアできた時に日本が新しいエネルギー大国として発展することができるのでしょう。脱炭素ということだけにとらわれずに開発してきた日本の技術が今後どのように活躍するか楽しみですね。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからコメントが届いているので、その一部をご紹介します。世界は日本の冷静さを見習った方がいい。その時に良いと言われているものだとしても、一旦落ち着いて分析し慎重になることが大事だよね。日本のように EV に一本化せず、選択肢の一つとして導入するのが良かったんだ。そうすれば EV にしたい人はすればいいし、そうでない人は他を選べばいいからね。日本人は根気強いから、研究や開発をさせたら世界一だ。新しいエネルギーはまだ開発段階らしいけど、日本はきっと大きな成果を上げるだろう。もし完成すれば、世界のエネルギー事情や経済は変わるのだろうね。早く歴史が変わる瞬間をこの目で見たいよ。EV の導入を推し進めるのは良くないと日本は初めから知っていたのかな。世界が EV 化に進む中、日本は自分たちの考えを曲げずにいたことがすごいね。日本が EV に消極的なのは、彼らの優柔不断な国民性によるものじゃないだろうか。 EV を推し進めるかしないかはっきり決められないから導入が遅れているんだ。結果的にそれがいい方向に向かったけど、これからもそんな遅い判断をしていたら日本は世界から置いてかれるだろう。日本は土地が狭いから EV 車を充電する場所を作るのも大変だし、国内に EV 車が増えすぎるのは良くないと判断したんじゃないかしら。それに日本は若者の車離れといって車を買う人が減っているらしい。賃金も多くはないらしいし、 EV 車はあくまでも選択肢の一つとして若い世代が買いやすい車をメインに売っていきたいんじゃないかしら。国に合った商売って大事よ。自分の国を客観的に見て判断できるのは素晴らしいわ。いかがでしたか。世界から遅れていると言われた日本ですが、実際は脱炭素が無意味だったことが分かり、日本の判断が正しかったと称賛されています。しかも日本がエネルギー大国になる可能性がある新しいエネルギーが3つも開発されているなんて、日本人として誇らしい気持ちになりますよね。燃料分野、熱利用分野、発電分野、この3つのエネルギーがこれから完成を迎えることができれば、日本は世界からさらに注目されると予想されています。注目の的になっても恥ずかしくないように、私たちは素晴らしい日本を支えていきましょう。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。